ここに移動します。よく狙ってください。どこ移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを移動します。 うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 よく狙ってください。次、うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。次、移動します。うまく狙えましたか？ 自動で動きます。よく狙ってください。どこを移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。 Get ready.
Even good
どこを狙いを決め、こんなところで止めちゃって、どうだ、どこを狙いを聞け、どうだ、行きまーす、狙いを決めて行け、どうだ、狙いを決めて、行け、どうだ、また来てね、よ、新入り、たくさん買ってけよ。よ、新入り、そういえば暇なのか。よ、新入り、缶拾いだな。
時間また来いよ。よう、新入り。勘拾いだな。 ダメだ、また来いよ。よう、新入り。勘拾いだな。
おめでとうさん。 いや、新入り、頑張れよ。 また来いよ。
カシノさん、すまん。早めに頼むよ。ああ、分かってるよ。 リハビリ中にすいません、花山選手。お話をお聞かせてください。花山選手。いえ、何も。安西選手。余裕を。確かに。花山選手。4番。安西選手。おい、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 
にチームそう僕は監督あの監今年焦った俺はそというかいくら春日さんなら礼は必ずするからへへありがとう今顔浜風気にすんなって優しいのねそれで菜の葉と仲たがいした理由ってのは熱い思いは十分伝わったが100万おかげで少し気が楽になったよ。じゃあ。
マスターに話しに行くかな。俺の番だな。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。かかってきなよ。やるか。
Yes!
ありがとう。 Ah!
いらっしゃいませ。いただきま、いただきます。ごちそうさま。さん、ありがとうございました。行かれますか。そうですか。引っ掛けたい気分だな。ああ、ビール飲みてえな。俺はワインがいいな。今の時期は白ワインがうまいんだ。
へえ、足立さん、ワインに詳しいんだな。まあな、若い頃はソムリエになろうか考えてたこともあるんだ。なんでソムリエにならなかったんだ。一口飲むと止まんなくなってな、必ず最後はベロンベロンになって味がわからなくなっちまうんだ。そりゃ無理だわ。よし、この野郎。ただじゃ済まねえ。相手にならないんじゃない。よし、してみろ。ザコが来いよ。いかに近い。逃げるなら今に。行くぞ。見せてやるよ。やってみろ。どうするかね。またいい女になっちゃった。タイツ履いてくればよかった。そういやタイツとストッキングって何が違うんだ。生地が薄いのがストッキングで厚いのがタイツね。ざっくりだけど。あれか、ボクサーパンツとトランクスの違いみたいなもんか。え、何が違うんだその2つ。ん、あれ、そういえば何が違うんだ。わからん。トランクスってデカパン。おい、新しい種類出すんじゃねえ。余計分かんなくなるだろう。俺たちって何も知らねえんだな。男のパンツも分からねえなんて。そんなパンツくらいで落ち込まないでよ。じゃあ俺が今履いてるこのパンツは何なんだ。いや、ちょっと見せないで。海見てると魚食いたくなってくるな。寿司とか食いてえけど金ねえしな。回転寿司なら結構安いわよ。変わったメニューとかもあるし。例えば？ハンバーグ巻きに牛カルビ巻き、最近はパフェもあるわね。もはや魚ねえじゃん。つか俺がムショ行ってる間に日本の寿司はどうなっちまったんだ。さて、
広い公園だな。潮風が気持ちいいぜ。定番のデートスポットよね。食事の後に歩いたりしたわ。定番のゴミ漁りスポットだぜ。観光客がいろいろ捨ててくんだ。定番のパトロールコースだな。覗き魔がよく出るんだ。もういいわ。体調万全だぜ。ドラゴンカーとかなかなか面白そうだな。 免許センターの血が騒ぐのか。なんだよ、免許センターの血って。カートぐらいじゃ別に血は騒がねえよ。じゃあ何だったら騒ぐんだよ。無免許運転か。それなら警察の血が騒ぐわ。強いて言えば証明写真機とかかな。ああ、見下してんのか。 痛い目に遭いて沈めてやる。余裕余裕。くらえ。弱っ。やらす。とっておき。来てねえんだよ。よし、行くぞ。逃げるなら今のうちだ。おい、来た。見てろよ。 行くぜ。ほら、これよ。行くぞ。私の番よ。見てなさい。やってやるぞ。これで。 倒さねえと誰がいいか。絶対負けない。お、かかってこいよ。舐めないでくれる。やってみろ。逃げるなら今のうちだ。ぶっ飛ばしてやる。 絶対負けない。やめんな。とっておき。応急手当だ。ちょっとしんどいやろうな。よっしゃ。行くぞ。おしっか。
集できたんだ。ん？どこに連れてくんのよ。ん？おお、それもそうだな。すまん、すぐ出る。でも中ってこうなってるんだ。やっぱり個室少ないわね。それは男子トイレだからな。漏れそうな時に個室埋まってた時の絶望感といったら、待ってる時間が永遠にも感じるよね。そんな時に出てくる人がいると神に見えるぜ。ほんと、まさに神頼みね。小腹が空いてきたぜ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
Get ready.
狙いを決めて、いけー！どうだ！
いを決めて。春日さん、
株主総会行くぞ。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問。会社の体をなしていない。どうしたらここまでひどい運営が。ご質問のある方の方は挙手をお願いいたします。全くダメな状態ですよね。もう復活できないと思います。これにて定期株主総会を終了いたします。グダグダになっちゃったな。株価大幅ダウンだ。また這い上がってみせるぜ。ランキングがダウンしました。頑張りますか。私に務まるかの。ようやく俺の出番か。俺がいればもう安心や。よろしく頼むで。機体は裏切らんで。うまく使ってくれ。とことんやってやるぜ。俺に任せときや。任せてくれ。よっしゃ、営業開始だ。運が良かったな。運を味方にしたで。運が良かったな。運を味方にしたで。今回の営業結果です。やべえ、これは厳しい。大赤字じゃねえ。株価大幅ダウンだ。また這い上がってみせるぜ。ランキングがダウンしました。よっしゃ、営業開始だ。運を味方にしたぜ。
運が良かったな。運が良かったな。運が良かったな。運を味方にしたで。今回の営業結果です。これは厳しい。やべえ、大赤字じゃねえか。株価大幅ダウンだ。また這い上がってみせるぜ。運が良かったな。今回の営業結果です。これは厳しい。やべえ、大赤字じゃねえか。株価大幅下がっちまったか。ランキングがダウンしました。株主総会が近いです。よっしゃ、営業開始だ。運が良かったな。運が良かったな。運が向いてきたぜ。運が良かったな。今回の営業結果です。これは厳しい。やべえ、大赤字じゃねえか。株価大幅ダウンだ。また這い上がってみせるぜ。ランキングがダウンしました。株主総会、行くぞ。それでは決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。明確性がないと思います。もう復活できないと思います。ご質問のある株主の方、年寄りの話を聞いてくれ。言わせてもらっていいかの。上を目指すべき。うまくいっているのか。ちょっと待ちなさい。言わせてもらっていいかの。うまくいっていましたよ。ご質問です。ちょっと待ちなさい。無理がない。見通しが甘いですよ。ご質問のある方、一人の話を聞いてくれ。言わせてもらっていいかの。計画性がないと思います。ご質問のある株主の方、ちょっと待ちなさい。言わせてもらっていいかの。ダイエットしましょう。誠に申し訳ありません。ご質問のある株主の方は
ぜひお願いいたします。もう復活できないと思います。全くダメな状態ですよね。このままじゃすみませんでした。何をしました。定期株主総会を終了いたします。いいですね。それでは最高の株主総会だったな。株価大幅ダウン、下がっちまったか。ランキングがダウンしました。よっしゃ、営業開始だ。運を味方にしたで。運を味方にしたで。運が悪かったな、俺たちは。運を味方にしたで。今回の営業結果です。これは厳しい。やべえ、大赤字じゃねえか。株価大幅ダウンだ。下がっちまったか。ランキングがダウンしました。世話になったな。俺の出番か。仕方ねえな。Thank you.
最高の仕事をしたるわ。任せとき。トメさん頑張るぞい。任せとき。よっしゃ、営業開始だ。よっしゃ、味方に仕立てる。運が良かったな。あかん。お、いやないか。お、いやないか。運が良かったな。黒字達成や。今回の営業結果です。なかなか厳しかったですね。赤字か。株価大幅ダウン。また這い上がってみせるぜ。ランキングがダウンしました。ほなさいなら。縁があればまた。よっしゃ、営業開始だ。よっしゃ、おお、いらんかね。ラッキーじゃ。ただやな。ラッキーじゃ。ただやな。ラッキーじゃ。黒字達成や。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。よっしゃ、みんなよくやったぞ。株価大幅アップだ。上がってきたぜ。ランキングがアップしました。株主総会が近いです。
ゃあないの。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。なかなか厳しかったですね。くそ、赤字か。株価ダウンだ。また這い上がってみせるぜ。株主総会、行くぞ。それで決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたい。ちょっと待ちなさい。できないと思う。待ってもらっていいですか。どうした。ご質問のある方、ちょっと待ちなさい。手を許しまがる。できましたよ。ご質問します。経営陣の報酬をゼロに。ご質問のある株主の方は、経営陣の報酬をゼロに。ご質問の誠に申し訳ありません。定期株主総会を終了いたします。それでは最高の株主総会だったな。株価大幅アップだ。上がってきたぜ。ランキングがアップしました。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐとするかの。いいわね。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。なかなか厳しかったですね。くそ、赤字か。株価大幅だ。また這い上がってみせるぜ。
じゃんじゃか稼ぐ。ほっほっほっ、ラッキーじゃん。いいわね。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。なかなか厳しかったですね。そう、赤字か。株価大幅ダウン。また這い上がってみせるぜ。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐとするかの。いいわね。いいわね。うん、悪いわね。うん、まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。なかなか厳しかったですね。くそ、赤字か。株価大幅ダウンだ。また這い上がってみせるぜ。しました。株主総会が近いです。よっしゃ、営業開始だ。さて、やってみるかの。まさかの。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。なかなか厳しかったですね。くそ、赤字か。株価大幅ダウン。下がっちまったか。ランキングがダウンしました。株主総会がやってきました。株主総会、行くぞ。それでは決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと。言わせてもらう。ちょっと待ちなさい。西売りの話を言わせてもらう。西に行くわ。ご質問のある方は、ちょっと待ちなさい。西売りの話を聞いてくれ。みんな心配してます。ご質問のある株主の方は、まあ、ちょっと待ちなさい。うまくいっているのです。もっと上を目指すべき。ご質問のある株主の方、心配してます。うまくいっているのですか。年寄りの話を聞いてくれ。に思います。もっと上を目指すべき。ご質問のある株主。誠に申し訳ありません。うまくいっているのか。冷静に考えんかい。みんな心配してます。うまくいっているのか。みんな心配してます。ご質問のある株主の方は、もっと上を目指すべき。冷静に考えんかい。甘い経営に思います。すみませんでした。定期株主総会を終了いたします。それでも最高の株主総会だったな。株価大幅アップだ。よっしゃ、どうで。ランキングがアップしました。よっしゃ、営業開始だ。さて、やってみるかの。いいわね。いいわね。ま
だまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。なかなか厳しかったですね。クソ、赤字か。株価ダウンだ。下がっちまったか。ハイキングがダウンしました。よっしゃ、営業開始だ。さて、やってみるかの。いいわね。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。悪いわね。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。厳しかったですね。クソ、赤字か。株価ダウンだ。よっしゃ、営業開始だ。さて、うん、やってみるかの。まさかの。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。なかなか厳しかったですね。クソ、赤字か。株価ダウンだ。下がっちまったか。ランキングがダウンしました。総会が近いです。よっしゃ、営業開始だ。さて、やってみるかの。いいわね。うん、悪いわね。いいわね。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。厳しかったですね。クソ、赤字か。株価ダウンだ。また這い上がってみせるぜ。株主総会がやってきました。株主総会、行くぞ。それで決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。ちょっと待ちなさい。こうなると何も分かんない。いいじゃん。ご質問のある株主に、もう復活できないと思いますからね。経営陣が信用できません。ないところに。ご質問のある株主の方はぜひ。全くダメな状態ですよね。年寄りの話を聞いてくれ。もう復活できないと思います。何も言えない。ご質問のある株主の、誠に申し訳ありません。ご質問のある株主の方は、計画性がないと。ちょっと待ちなさい。失礼しました。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。頑張るでしょ。会社の人気が低いんですよね。そうか。ご質すみませんでした。ひがり言いますけど、会社の人気が低いんですよね。経営が甘すぎるでしょう。
ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。もっと頑張れるでしょう。今日はここまでにしましょう。これにて定期株主総会を終了いたします。それ最高の株主総会だった。株価大幅アップだ。よっしゃ、どうだ。ランキングがアップしました。よっしゃ、営業開始だ。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。いいわね。うん、悪いわね。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。いいわね。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。厳しかったですね。そう、赤字か株かダウンだ。下がっちゃったか。ランキングがダウンしました。よっしゃ、営業開始だ。ラッキーじゃ。まさかの。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。なかなか厳しかったですね。くそ、赤字か株かダウンだ。やってやるぜ。任せとき。俺に任せとき。よっしゃ、営業開始だ。運を味方にしたで。運が向いてきたぜ。運が向いてきたぜ。今回の営業結果です。これは厳しい。大赤字がダウンだ。下がっちまったか。ランキングがダウンしました。株主総会が近いです。わしに務まるかの。働けるかしら。バリバリ働くで。とことんやってやるぜ。
俺に任せときや。任せとけ。わしに務まるかの。私疲れてるんだけど。バリバリ働くで。わしに務まるかの。よっしゃ、営業開始だ。さて、やってみるかの。運悪いわね。いいわね。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。なかなか厳しかったですね。クソ、赤字か。株価ダウンだ。下がっちまったか。ランキングがダウンしました。株主総会がやってきました。株主総会、行くぞ。それで決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に。私の話を聞いてくれ。私の意見は。いかがですか。ご質問のある株主の方は。冷静に考えたいですよね。計画戦がないと思います。もう復活できないと思います。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。計画戦がない。計画戦がないと思います。ご質問のある株主の方は復活できないと思います。全くダメな状態ですよね。ないところも。ご質問誠に申し訳ありません。ご質問のある株主の方はいいですね。言いますけど年寄りの話を頑張るんでしょ。はっきり言いますけど、いいですね。これにて定期株主総会を終了いたします。それでは最高の株主総会だったな。株価大幅アップだ。よっしゃ、どうだ。ランキングがアップしました。よっしゃ、営業開始だ。さて、やってみるかの。いいわね。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。
なか厳しかったですね。くそ、赤字か、株価ダウンだ。役に立ってみせますよ。よっしゃ、営業開始だ。まさかの。いいわね。いいわね。運悪いわね。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。なかなか厳しかったですね。そう、赤字か、株価ダウンだ。また這い上がってみせるぜ。よっしゃ、営業開始だ。さて、やってみるかの。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。厳しかったですね。そう、赤字か、株価ダウンだ。また這い上がってみせるぜ。株主総会が近いです。よっしゃ、営業開始だ。やってみるかの。ほっほっほっ、ラッキーじゃ。まさかの。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。なかなか厳しかったですね。くそ、赤字か、株価ダウンだ。また這い上がってみせるぜ。お世話になりました。株主総会がやってきました。株主総会、行くぞ。それで決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に。ちょっと待ちなさい。手当てる人は上がる。ご質問のある株主の方は挙手。早く集結せんで。引き上げい。身を引くべきです。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。すみませんでした。絶望しかないですよ。言わせてもらっていいですか。身を引かないのは愚者。もう質問はありません。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。
問のある株主の方は。株主の失敗を何でした？ご質問のある方。株主の信頼を言わせてもらっていい？この経営陣はあまりに強すぎました。これにて定期株主総会を終了いたします。それでは最高の株主総会、株が大幅アップだ。まだまだ成り上がるぜ。ランキングがアップしました。よっしゃ、営業開始だ。さて、やってみるかの。まさかの。ほっほっほ、ラッキーじゃ。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。なかなか厳しかったですね。くそ、赤字か。株がダウンだ。ランキングがダウンしました。かかってこい。うるさい株主は皆殺しや。株主どもを黙らせたるわ。肌にドンパチといこか。了解しました。よっしゃ、営業開始だ。やってみるかの。ラッキー。
まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。何かご用で。ぶっ飛ばしちゃおう。ビビってんのか。よし。してみる。俺の番だな。ほれ。ほら。おい来た。はい。やるのか。俺の番か。
いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。Yeah.
でたどってんの。なめるよ。ほら来いよ。なんとかしないと。やってみろ。なめんなよ。見てなさい。やってやるぞ。立て直さねえと。じゃあこれで。絶対負けない。かかってこいや。とっておきだ。やめるな。舐めないでくれ。
と。誰がいいか。ぶっ飛ばしてやる。なめんなよ。なめないでくれる？おしっこは食らえ。
お前さまに来たぞ。おいよ俺の番ね。なめんなよ。やってみろ。ほら来いよ。かかって来いよ。パーペクト。誰がいいか。やってやるぞ。なめんな。なめんなよ。やんのか。どうするかね。絶対負けない。やってやる。こっち来いよな。ほら来いよ。やってみろ。よし。やんのか。逃げるなら今のうちだぞ。見せてやるよ。こいつが欲しいんだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ライフを置いてやるじゃん。やられたもんだ。俺の番だな。ほら。うん。ほら。今夜。俺の番ね。ほら来いよ。私の番。やられたもんだ。私の番で。ほら来いよ。俺の番だな。やってみろ。俺の番ね。よし、かかるな。強くなった気がするぜ。海見てると魚食いたくなってくるな。寿司とか食いてえけど金ねえしな。回転寿司なら結構安いわよ。例えばはもうつかなんかななんか海見てると無所から出ちょっとそれでそえー、いやなんつそれいろんおそんふたつどよやいろんなんか俺へまの人かそれなんゴミ袋カラスもそれゴミ捨てまあこれゴミ無所からちょっとそれですいやなそれ無所から出ていろんおそんふたすべどなんあ俺へまの人かなそりゃ無理だちょっとなんてとこにつんでもよそもまそまちょっとよう、さっちゃん。どれ、はあ、はあ。俺でよけ、俺は来た。いない。これ、いも。菜の葉がどう、うちの、菜の何が、コンセプト。そう、ま、いい、私どう、落ち着く。だから今日。
俺秘書のそれはところで長谷あいらっしゃいましたわざわざこんなとこその前何そうあ本かそんとはいさいおふそいいこれバンどうするだけどわたしさ やってみろ。かかってこいよ。よし、行くぞ。ほら、来いよ。とっておきだ。
監督、ノース。いや、確かに監督が野球花屋。花屋。本当に、もし俺は、俺は確か俺がお前だな。俺は無事ほらかな。待って。ありがとう。<笑>